ずっとこけてるんですか。はい、こんにちは、中村獅童です。お、これ映ってる。わわわわ、ちょっともうバタバタしてますね。これなんか消えちゃったね。これつけといた方がいいよ、はい。まあ、新型コロナのね、緊急事態宣言もようやく解除されたということで、まあ本当はどっちがいいのか迷ったんだけど、やっぱり一応そういうことが解除されてからの方がいいかなというふうに思いまして、今日 YouTube チャンネル開設させていただきました。今日は5月の31日でしょ。5月の31日っていうのはね、ちょうど今から3年前か、2017年の5月31日、ちょうど僕、肺腺がんの手術をした日だったんですね。で、その手術もうまくいって、今こうやって健康に過ごさせていただいておりますけど、そういったなんか思いもあって、なんか思いがないとこういうのって、なかなかアナログ人間なんで、立ち上げるのもちょっと躊躇してしまうんで、まあ一つのいいきっかけかなと思いましてやらせてて、もうね、本当になんかこういうのじゃないとね、ファンの皆様とか世間の皆様となんかつながる、あれはもうね、芝居がずっと休みだから、うちの講演会ファンクラブの方たちともなかなかお会いできないし、まあ、はるくんの動く姿はもっともっと見たいっていうね、メッセージをインスタにいただいたりとかする中で、まあこれは一丁、このアナログ人間中村獅童が世の中の皆様と少しでもつながるために、このね、 YouTube をやらせていただこうかなと思って始めましたね。そうそう、でもなんかね、大げさになっちゃうけど、今日ね、まあせっかくなんで、せっかくというか、まあこれで、まあ報告したいことがあるっていうふうにね、予告したんですけど、歌舞伎の役者仲間で知ってるのは2人だけですね。うん。もういいんですか？ね、なんかさ、それさ、俺のそれに面白いよね、これ今やってると、どん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 これなんかメッセージ、今日はね、いろいろと質問に、これなんか立てばっていいの、これで、これでいいの、こうじゃない、こうだよ、なんかこうゆるい感じでやっていきますんで、ちょっと慣れるまで。で、わ、面白いこれ。ああね、ありがとうございます。がん克服されて本当に良かったです。嬉しいです。離婚じゃないよ。離婚じゃないよ。もうとにかくさ、これやったらさ、ハル君は出るんですか、ハル君は出るんですかってみんな言うわけ。俺じゃねえ、ちょっとハル君来て、そこにどうぞって。よいしょ。ハル君に会いたいってさ、みんな言ってくれてるよ。俺じゃないんだよね、これ。緊張してんの？どこ行くの？また後でね。ね、ちょっとなんかこれさ、せっかくみんな、皆さんこうメッセージくださってるから、報告先しますか、うん、みんな待ってるんで。あ、ハル君来たもんだ。はい、じゃあハル君ちょっとおいで。いや、まあ恥ずかしいの。これ今こうやってる間もずっと流れてるんでしょ。でも、こう、なんていうの、こう、もう自然な感じで、ゆるくやらせてくださいよ。ちょっと間が空いちゃう。これ、メッセージ読んで、読みながら喋るんです。ありがとう。アンパンマンくれるの？
はるくんどうぞ、ここはるくん、そっち行っちゃうの？これだけ持たされてもちょっと困るんだけど。ね、じゃあちょっとさ、面白そうなっていうか、そっちでピックアップしてよ、質問。はるくん、髪切ったって。あ、そうそう、はるき髪切ったんですよ。あの、まだ自粛中になかなかそっと、皆さんもそうだと思うけど、あの髪ね、切りに行けないんで、あのバリカンを買って、ハサミセットも通販で買って初めて切ったんですけど、それもこの間カメラ回してたんで、今日の夜ハルキの髪の毛カットしてる、動画を YouTube アップ、だいたい18時、6時ぐらいですね、夕方の6時ぐらいにアップできると思いますので、ぜひご覧ください。ちょっと報告バレ始めてきてますね。あ、本当バレ始めてる。あ、じゃあもう、はい、ですね、はるかさあ、ご報告しましょう。こっち、なんでレモン持ってきたの？メロン。メロンじゃない、これレモンだよ。レモン。それなんで、ザ・テレビジョンの表紙みたいだけど、まあいいよ。レモン。メロン。この度、メモン。なんで、ハルくんここにいますよ。メモン。いっちゃった。ハルキ。この度、中村指導一会ですね。新しい家族が誕生いたします。6月の末に、誕生予定でございます。これももう少し早くファンの皆様をはじめ、講演会の方、関係者の皆様にご報告したかったんですけど、まあコロナの影響で、まあ、そういったことも含めて、ちょっと発表を控えさせていただいておりました。今日この場、 YouTube のこのチャンネル、この場をお借りして報告できたこと、嬉しく思います。6月の末に誕生予定です。性別はですね、またそのあたりで、あのきっちりと発表させていただければというふうに思っております。ハルくんお兄ちゃんになるって言った人ですね。そう、ハルくんお兄ちゃんだよ。ハルキが最近ね、なんか赤ちゃん帰りし始めて、なんか赤ちゃん来るのちょっと複雑みたいで、急に、あの、なんていうの、あの哺乳瓶でミルク飲みたいとか言い出して、この間俺抱っこして赤ん坊以来初めてじゃないかな、こうやってあげたからね、ミルク。2歳ですね。2歳で、だから急に赤ちゃんみたいになっちゃって、でもそれ写真撮ったからインスタにそのうちあげますね。はい、沙織さん。いやだ。なんで嫌なの？ちょっと一瞬。だってせっかくだからご挨拶したらどうですか。よろしくお伝えください。しっかり化粧してます。沙織さん元気ですかって、いっぱい、なんか元気ですけど、よろしくお伝えください。まあ、どんな YouTube をね、だけど、皆様、本当もう僕ね、本当にこういうの慣れないんで、これ全く台本もないんで、思いついたままこうやらせていただいてるんですけど、皆様のご意見を尊重しながら、指導らしいこう YouTube チャンネルを作っていければなというふうに思ってるんですけど、まあ今の様子を見ていると、ハルキを見たい見たいっていう声が多いんで、なんか洋服のこととか、手持ちの、そうそう、洋服もちょっと断捨離っていうか、うん、あのうちの若い子たちに洋服をちょっとあげようかなと思って、まあ今洋服も整理してるんですけど、そういったなんか動画も上げていけたらなと思っております。あとはまあそうですね、こう今すごく時間もあるんで、春樹と散歩に行ったりとか、水まきをしたりっていうのが日課になっておりますので、そういった姿もお見せしていけたらなというふうに思っております。まあ、なかなか普段はね、歌舞伎ですとこう歌舞伎の扮装して、お化粧して、カツラをつけて、衣装を身にまといこう歌舞伎の、うん、芝居を演じるわけですけど、まあ、映画テレビなんか役柄を演じてる中村指導というのが、普段のこういうなんか普段っぽい指導っていうのを出していければいいんじゃないかな。まあね、子供の成長を皆様に見守っていただけるような動画も
じゃんじゃんアップしていきますので、ね、ご期待ください。逆にあるとね、どんな反応が欲しいとか、撮ってほしいとか。そうそう、だから皆さん、指導のこういうところを見てみたいとか、今これちなみにここは自宅なんですけど、まあ、全部はお見せすることはできないですけど。いいっすよね。え？全部見せるのがいいっすよね。全部見せたくないっつってんだよ。なんでいいっすよねって。全部見せたくないって言ってるんだから。自宅は…いいっすよねって勝手に決めないで。自宅みんな見せたい、見たいですとか言ってます。あ、だけどなんか今知り合い…おひげ断髪式やります？あ、いいよ別に。知り合いから結構、あ、びっくりしました、おめでとうございますって来てるんで、あ、よかった、報告できて。俺がほら、ずっとっていうか、もう一人っ子だからさ、この家にもう一人兄弟ができて、家族が増えるっていうのが想像つかないっていうか、またこれで賑やかになるなと思って、まあ嬉しいですけどね。なんか、ラーメン見たいっていうのもありますね。あ、ラーメンね、この自粛中に4回は作ったかな、スープから。最後に作ったのが二郎系作ったんだよね。煮干し郎を作って、あのラーメン二郎にちょっと煮干しの出汁を足して、まあ煮干し郎作ったんだよ。またラーメン作ってほしいっていうのは、ラーメン、うん、ラーメン作ってね、煮干し郎を背脂を結構出汁スープ取るのに使うんだけど、それを冷やすと、それがなんていうのかな、こうスープの、あの上の部分がラードになるんですよね。それをきれいに取って保管しておくと、チャーハンとか野菜炒めとか、いわゆるお家で中華を作るとすごい美味しくなります。もう実際やったんだけど、炒め物とか、そうですね、すごい、あのラードチャーハンも作ったけど、やっぱりもうすごいお店みたいな味になりますよ。須藤さんは女型見たいって言ってました。俺女型見たいって、これさ、嘘でしょ。もうやんないし、やんないっていうか、うん、なんかそのなんか3枚目的なやつばっかり。お、ベントレー乗ってきたね。どうした？ハル君の愛車だ。ハル君、今日夜何食べる？ハンガーバ。ハンガーバ？今日夜何食べる？ハンガーバ。ハンガーバ。ハンガーバ食べるそうです。ハンガーバがいいの今日？ラーメン？ハンガーバ？ハル君。いいの、こんな緩くて。ルームツアーしてっていう、ルームツアーして最後にラーメン食べさせてくださいって言ってます。何ルームツアー、それ自分が今勝手に言ってんじゃなくて。書いてあるんです、書いてあるんです。ルームツアーなんて全部は見せたくないって言ってんだよ。何部屋ぐらいあるんですか？何部屋、いつから住んでるんですか？住んでるのは、ここに住んでるのはもう僕が生まれた時からここに住んでます。あ、建て直した、建て直したのは去年の7月。うん、全部建て替えて、去年の7月、そう。何部屋ぐらいあるって。何部屋だ、1、2、3、4、5、え、何部屋あるの、まあいいや。だからさ、自分の部屋を今度作って、衣装とか置いてある、あとちょっと映画見たりする部屋があるんで、そこも一回お見せしましょうか、ちょっとね。今日でもあれなのかね、ちょっとせっかく緊急事態宣言解除されて、初めての今日日曜日でしょ、ちょっと曇ってるけど、皆さん今日結構出かけてんのかね。見て、でも雨降ってます、ね、見てくださってんのこれ。結構今1000人以上降ってますか。1000人、うーん、何リモート飲み会って思ったんですよ。リモート飲み会。でもあれだよね、その今うちの話だったけど、これ
うち作るのって、まあ、今から思うとすごい楽しかったんだけど、打ち合わせ入れてかれこれ5年ぐらい、工事に入る前の打ち合わせから入れると5年ぐらいかかってるんだけど、例えばこういうさ、こういう石あんじゃん、こういうのもさ、ものすごい種類があるわけ、ね、で全部こう綺麗に揃ってるのか、ちょっとこう凹凸が、僕はこの凹凸が好きでこれにしたんだけど、こういうのとか決めるのがすごい楽しいですよ。こっち見せていいですか。そっちも別になんかこだわりがあったら、まあ、そっち今度さ水まきするよ、はい、ね。何ハル君どうしたの、こんなに。何一回ね、超歌舞伎って初音ミクさんと歌舞伎やってるんだけど、超歌舞伎メンバーで一回食事会したことがあって、去年の夏に。ここはちなみに外です。中庭みたいな。中庭です。ここはちょっとじゃあ軽くそっちに移してみますよ。そうそう、だからここはタバコ吸う方の喫煙所になってました。この辺2階っすよね。だから2階のリビングの隣の。でも今の時期はすごい快適。恥ずかしいんだよね。そうそう、これ今話してるのは YouTube を作るスタッフです。いやだから質問をどんどんさ、これ字がちょっと見えないから拾って答えるから。あ、ハル君来ました。ハル君来ました。これなんでこうしちゃったの。これした方がいいんじゃないの。やった。復帰したらまずやりたい役は何ですか。まあこれ歌舞伎のことですよ。ああそうね、本当は6月は京都で超歌舞伎だったし、5月は勘九郎さん七之助さんとボタン道路をやるはずだったんでね。復帰したらというか、まあそれはね、普通に芝居ができるようになったらそれはもう一回ね、こうもう一回というか、そのやっぱやりたいですよね、実現させたい。ハルくんってお稽古何歳か、そもそもハルくんってどうなの、歌舞伎なんかお稽古何歳からやるんですかって。お稽古、まあ、今年3歳だからね、ぼちぼち3、4歳から始めようかなと思ってるんですけど、まだなかなかね、こうちゃんと世の中がまだちゃんと動き出してないから、そんなにまだ解除といってもうちもそんな外出てないんで、まあ、もう少し落ち着いてから始めようかな。初舞台とかは特に決、ま、もちろん決まってないですもんね。全く決まって、だって歌舞伎がいつから再開するかっていうのも決まってないわけだから、いや本当に深刻なんですよ。やっぱりね、我々は一番後回しっていうか、やっぱりもっともっとね、やっぱりなんかいろんな意味で困ってらっしゃる方も大勢いらっしゃるから。おうち時間で一番やってたことはみたいな質問もありますよ。まあやっぱりね、料理はすごいやりましたね。あとは、はい、ありがとう。これ超歌舞伎ありがとう。
料理はすごいほとんどやってたんじゃないかな。ほとんどっていうか もちろん下ごしらえなんかね2人でやるんだけど。お前それ危ないよ、ハル君。あと何やったかもね。あと散歩、本当にもうね、水まきで子供を寝かしつけてから夫婦でネットフリックス見たりとか。奥さんはあれなんだっけ、すごいハマってずっと見てたやつ、あのほらビッグサーのやつ、ビッグリトルライズっていうネットフリックスの作品をすっごい面白かった。誰誰と電話してんの？バイキンマンと電話してんの？あと最近見てるやつなんだっけ？ストレンジャーシングス。ストレンジャーシングスっていうの見てるよ。アメコミっすか？わ、すごい。今僕の電話にエビゾウさんからおめでとうってメッセージが来た。なんでだろうね。LINE っていうかショートメッセージ。YouTube 見てんのかな？誰から電話ですか？え？誰からですか？エビゾウさん。あれするんですか？年下だけど呼び付けされる人ですか？あ、そう。ミキヒロって言われる。まあキャラクターですよね。何歳違うんだ僕エビゾウ君と。何歳違うの？6歳。6歳も俺の方が上なの？エビゾウさんって呼んでるんですか？高俊とか本名が高俊だから、ね、かぶってるね、すごい自由だよね。今ここを見てたら自分のなんていうのショートメールのところに海老蔵さんとテレビ電話してくださいですね。どうやって？今はできないでしょ。でも海老蔵君はなんかほらアメブロとか忙しいから、うん、だから多分ショートメールなんでしょうね。いや、俺がショットメールしかやらないの。 LINE やんないの。シューさん、LINE やんないでしょ。 LINE やんない。だから、本当にアナログっていうか LINE の意味もいまいちよく分かってない。そうだよね、だから5月が勘九郎君、七之助君と舞台で6月が京都で超歌舞伎で、で7月が海老蔵君のね團十郎襲名に出演予定だったんですけど全部中止だから、もう本当に、まあ予定立ってないですよね。全く立ってないよ。ああ、いや本当に何回も言うようにもう我々は後回しです。もっともっとやらなきゃいけないことがあるし、最悪俺も別にこの世になんていうの、芝居して役者中村獅童がいなくても世の中別に困らないから、うん、十分心得てますよそんなことは。ただやっぱりやれることっていうのはね、皆様に喜んでいただいたり泣いたり笑っていただいたりするってことが我々の仕事であり、時にはお芝居を見て元気になっていただくっていうのが自分の仕事だと思ってるから、まあ早くねこのコロナが収束して芝居ができる日が早く来ればいいなとは思ってますけど、まあ本当にもう自分たちだけじゃなくて世の中全体に皆さん本当に大変な思いしてるから、うかつに大変だなんて言えないし、いや本当に大変だと思う。海老蔵さんとインスタライブやってほしいって言ってたりしますけど、しのさん歌舞伎の仲間っておっしゃってましたけど、誰と仲いいんですか？まあ一緒によく舞台果たしていただくのはね、やっぱり勘九郎くん、七之助くん、それから松也くん。去年倉庫歌舞伎って倉庫で歌舞伎っていうちょっと実験的な企画をやらせていただいたんだけど、その時は彼中村和太郎くん、和太郎くんは最近 YouTube チャンネルなんか立ち上げたね、でなんかいろいろ踊りなんか披露してるみたいですけど、なんか尾上右近くんも YouTube チャンネル立ち上げたって言って、なんかみんな中村和太郎でございますとか、なんかすごいみんななんか工場みたいなのやってて、俺こんななんか短パンで
いいのかなっていう。なんかいやだけどああいうなんか若手のみんながすごいきっちりしたものをやってたからなんか指導はかしこまらずに普段の家にいるまんまの姿をお見せしようかなっていう。なんか何？歌舞伎はオンラインでできないんですか？歌舞伎オンラインで。歌舞伎はオンラインで。いや実はねオンラインっていうかそうですねその超歌舞伎っていうのはもともとあれ生配信の企画だからニコニコ超会議の企画の一環でやらせていただいてるんで超歌舞伎の配信とかやりたいんだけどね結局でもやるには何日も稽古しないといけないしやっぱり人が集まってまだ今ちょっとどうなのかなっていう感じなのかな一人だけでできるものじゃないから芝居ってね。ハル君のことすごいな。お稽古が家にあるんですか？うん、ありますよ。ちょっと離れたっていうか、ここからもう一個家あるんですか？もう一個家っていうか、まあ事務所兼稽古場があるんで、そっち側で仕事のことはもうそっちで。済ませるようにしてます。だからあれなんだよね、超歌舞伎とか、あこの間ワウワウのドラマやらせていただいてて、鉄の骨っていうドラマやらせていただいてたんだけど、その時の出演者の皆さんもギリギリというかまだ世の中こんな風になあんまりなる前だったんで、一回お家にご飯食べに来てもらったことがあったんだ。もうレギュラーメンバーっていうかずっと必ずうちに遊びに来る八嶋智人さんとかまだ呼べてないんだよね。だからまあこれまあ外もあるしね7月ぐらいにはちょっとお家で食事会もいいかなと。何やるんですか食事会って。食事会は食事会でしょ。だってここから何するの。バーベキューみたいな。なんで食事会だとバーベキューなの。別にただ飯食うだけだってなんでバーベキューやんなきゃいけないんだよ。外みたいなそんな絵に描いたようなあだから外そうだねバーベキューっていうかここでねホットプレートであそんなことも。でもみんなやってんじゃないドラほら自粛中少しでもなんかアウトドア気分を味わいたい。俺やったもんここでやってんじゃないですか。家族でホットプレート買ってバーベキュー。あとたこ焼きも結構みんなやったんじゃない。たこ焼きパーティーそれも家族だけでよ。たこ焼きパーティーバーベキュー散髪なんかあれらしいっすよ。来週松也さんと七之助さんライブするみたいです。知ってるあれでしょ。なんか松竹が立ち上げた YouTube わかんないっす。なんかあれでしょ小栗くんも出るみたいだよそれ。え言っていいんすかその。もう発表されてるでしょ。だって本当ですか。うん松也くんと七之助くんとスペシャルゲストが小栗くんでしょ。へ小栗さんとかは、まあ、昔ね隣人13号って映画でご一緒させていただいてたまにあそうそう小栗くんの新幹線の芝居見に行ったりとか僕の芝居も見に来てくれたりとか。もうねだってそんなにまだ出てない頃だもんね隣人13号の頃。あのあとクローズゼロかクローズでバッとねスターになったよ ね。クローズの時にはもうスターじゃない。いやスターもうあれで大ブレイクじゃない。パパ来てパパ来ていいよ。何ヤクルトなんで自分で開けられないのこれ。はいじゃここ座って。あとほら何質問どんどん言ってくださいよ。誰と仲いいのって俳優の人。俳優俳優さん多分今歌舞伎以外の人だと思うんですけど。ああ俳優さんではどんな人と仲いいんだ。
荒川よしよし君すごい仲いいよ。あ、そうっすよね、うん、ピンポンの時からだから。ピンポンの前には僕無名時代にそれ結構友達には話した話なんだけど、ある舞台のオーディション行ってて、それに荒川くんいたんだよね。いたんだよねっていうか、そのもうあのオーディション会場のもうその新国立劇場だったんだけど、初代のね、あそこの一番大きな稽古場に全員集合するんだよね。で白い T シャツに自分でこう安全ピンでゼッケンつけて集まるんだけど、もう何百人といって、みんな発声練習とかしてるわけ、柔軟とか。わかった。もうだけどあんまり歌舞伎の役者ってそういうことやらないから、柔軟とか、まあ、なんていうのストレッチみたいなのってなんかみんなやってて、自分もやんなきゃまずいかなと思って、やったこともない、あーあーあああとか言って一応やってるふりをしたら、一人こうやって稽古場にさ、もう寝そべってるやつがいてさ、おかしいんじゃねえかなと思ったんです。今から思うとそれが荒川君だよね。でそのオーディション、まあ、一次試験、こっからそこまで歩いてみて、受けとか狙わないでいいから普通に歩いてとか言って歩くじゃないですか。荒川君が歩くとみんな笑うんだよね。すげえ役者だなと思って、と思ったらそれ荒川君だったんだけど。何回もそれから会うんですか、オーディションとか。で俺はそのオーディション最初で落とされて、悔しいから本番見に行ったら、やっぱり面白いなと思ってた荒川くんは出てた。あと大倉浩二くんも面白い役者だなってオーディションの時思ってたら、やっぱり出てた。負けたと思って、でその次に受けたオーディションがピンポンなんですよ。でピンポンのドラゴンって役オーディションでいただけて、卓球の映画だから阿佐ヶ谷にある卓球の練習場行って、更衣室をガチャッと開けたら、もう鮮明に覚えてるよね。負けたそのさ、大倉君と荒川君がいたんだよ、そこに。ピンポンにも。え？ピンポンにも。お前ピンポン見てねえな。荒川さんも出てたじゃないですか。出てるよ、だからそういうことだよ。見てます、見てます。だからその、まあ別に、ね、見てなくてちょうど、見てなくてもいいんだけど、その負けて、今度は、共演できるっていうその何の喜び、もう、まあ、一生だわ。そっちです。そっちっす。なんであとどっちがあるの？いやそっちなの。あ、じゃあどっちがあるの？たまたまっていう感じかなと思ったら。え、たまたまってどういうこと？だから今のは指導さんはなんていうんですか、やれるっていうことですよね。会った瞬間に。いやそれあったのはたまたまだよ。だって知らないもん、彼らが出るのは。行って、あこの人たちも出るんだと思ったけど、あの時負けた。やつらだと思って、今度は共演だぜ、ざらめろっていうさ。役的にも指導さんの方があれですもんね、よく。そう、僕一応あれ2番手だったから、そこで勝ったと。勝ち負けではないけど、やっと追いつけたっていうか、これでなんていうの、中村指導って名前にもみんなに覚えてもらいたいと思ったし、これでなんか全国区っていうか、なんかできなかったらもう一生諦めた方がいいなぐらい、もうこれが最初で最後のチャンスだぐらいな思いでやってたんで、いまだにやっぱり荒川くんも大倉くんも仲良しですね。もうなくて、もうなんかそういう過去をね、そういうのをなんか消したがる人もいるけど、僕はもういまだにピンポンっていう作品が自分にとって転機だったと思ってるし、あの作品に出会ってなかったら果たして今の中村指導があるからさ、分かんないもんね。だから本当にもう運っていうか、うん。いや、カウンター、あれで。HR、衝撃、強烈に動いてるのが HR。そうそう、だからピンポンが決まって、撮影してる最中に工藤さんが今度、木更津キャッツアイっていうドラマやるんで、それでちょっと変わった役なんですけど、ちょっとだけ出てもらえますかって言われて出たのが、ヤスリで歯を研いでる犬島って役だったのね。すっごいこわもての役で、ピッチャーってなんかよく打ってんだよ、自分で投げて自分で打つみたいな、なんか変わった役で、
桜井くんが本当になんか獣を見るような目で僕のことを見てたっていう、そうそう、それがあってなんと、なんでこれこんなめちゃくちゃにしちゃってるんだ、これちょっと三谷さんから直接お電話いただいて、今度シチュエーションコメディシットコム HR っていうのをやるんですけどって言われてお誘いいただいたのが、その香取慎吾君主演の HR ね。生ですよ。生だけど僕にとってはそれはすごくやりやすいっていうか、お客さんがいらっしゃる中でやらせていただくすごく演劇的っていうか、もう一回始めたらもうノンストップっていうか舞台のように。なんでこんなめちゃくちゃにしてるのとか、いやいいけどこれすごい今一応あれだよ、全国の皆さん見てるんだよこれ映像よいしょ。そうなんですよ。あと何かある？ HR のことで何か。あれだけど HR って本当に楽しかったし、三谷さんのドラマって出演すると必ずそのドラマに出演した何人かが大ブレイクするって言われていて、まあ自分も本当 HR で本当の意味で皆さんに知っていただけたのかなと思ったし、この間やらせていただいた舞台江戸は燃えているっていう、あれではね、もう、まあ、田中圭君もともと売れてたけど、またそれをきっかけにすごい、まあ、あのあとドラマが決まって、なんかそういうのあんだよね、すごい田中圭君も。三谷さんすごいですね。あんまりでも言うとそうですとかってまた言うからあんまり言わないでもすごいよね。だけど本当にだってこうなんていうのかな、三谷さんもよく言ってるけど名脇役とかっていうことはすごい僕も嫌いなんだけど、主役脇役じゃなくみんながどこかしら輝くように作品を描いてくださるから、役者として見ればすごく嬉しいし、主役だけが目立ってあと脇みたいな風じゃないから、すごくやっぱりなんか役者からしてみると台本を読んだ時に愛情を感じる作家さんですよね。二度も見てるより面白かったって見てきてます。コメディなんでね、コメディって本当にふざけてやってるようだけどやってる方は真剣っていうか、なんかねよく言われるんだから笑わせてやろうと思ってやっちゃ絶対ダメだっていう。新選組を見てました。そうそう、だから HR の最終回の時にあの毎週同じ教室のセットでやってたんで、誰もいなくなったスタジオの客席で空になったところで、まあまだ道具が飾ってあったんで、まあ、半年間もなんか思い出にふけていたというか、道具をこうやって一人で眺めてたんですよね。そしたら三谷さんが、まあ、向こうで軽い打ち上げはやっていたんだけど、三谷さんが来てくださって、今度あの大河ドラマやるんですけどそれもよかったらやりませんかって、それもすっごい覚えてますね。分かんないですけど、あそこの TMC っていうスタジオ、三谷さんが、うん、なんていうんですか、キャスティングするもんなんですか。三谷さん全部やっそうだよね、全部そうじゃない、映画もドラマも舞台。世の中の人って多分分かんないと思うんですけど、出てくださいって誰が決めてるんですか。知らない、知らないなんて言っちゃいけない。だからその作家さんが全部決める場合と、そのあとはテレビ局のプロデューサーの方と相談しながら決めるんじゃないの。監督が決める場合もありますもんね。うん、まあ映画なんかそうでしょうね。連ドラとかっていうのはなんかいろいろわかんないけど、しがらみとかもあんのかね。わかんないけど、直接主役から電話来て出てっていうところもありますよね。なんかよくお話聞いてると、あ、そういうのもあるよね。そうそうそう、主役の方が指名してくださってとか、映画のね、デスノートの、あの、リュークの声やらせていただいてるんですけど、
あれはね、藤原竜也くんが獅童さんにぴったりだって言ってくれたんですよ、ね、それでリュークの声優の仕事をやらせていただいたんです。藤原さんが言ってなかったらやってなかったかもしれない。やってないと思うよ。だってそんなに声優の仕事もその頃やってないし。なんで藤原さん、なんか知り合いだったんですか？いや、それこそだから新選組で一緒だったの、ずっと。そこで声がいいってなった。え？そこで声がいいって思われた。いや、わかんないけど、なんかそれで飲み行ったりしたし、そういう普段の姿、普段俺あんなダミ声別に出さないけど、リンゴ食いてーみたいな、なんかね、そういう声、まあ、やるときに中村獅童ってこうあんまりわからないようにやりたいっていうのがありますよね。役者だからほら声の仕事のときはそれが邪魔しちゃうから、そのキャラクターを見てるのに中村獅童が出てきちゃうと、エンドロール見て初めて、あ、獅童が声やってたんだっていう方がいいじゃないですか。それが気持ちいい、まあ、気持ちいい、気持ちいいし、声優のお仕事は今だからこそ結構やらせていただいてるけど、すごい難しくて、最初のやつとかも今もう本当にへったくそだ、今もそんなに上手ではないけど、へったくそなのによく使っていただけたなと思いますよね。日本一で一番悪いやつか。あ、日本で？日本で、綾野さんのやつ。あ、日本で一番悪い奴ら、あれは楽しかったよね。あれヤクザの役だから、冒頭で綾野くんとね、二人のシーンでね、僕が入ってきて、はい、こんにちはっていう、あのシーン結構アドリブなんですよ。アドリブでああいうなんかこんにちはとか、こんにちはなんて台本に書いてないんだけど、なんかヤクザだから、こうこわもてこわもてっていうよりも、なんかそういう人が普通にこんにちはとか言う方がなんかちょっと怪しいっていうか、なんか普通の怖さみたいな、圧力みたいなのをやりたいなと思って、で白石監督がすごくそういうテストでもちろんやるんですよ、そのアドリブっていうか自分で考えてきたこと、それをすごく拾ってくださる監督だったんで、すごく作品としても印象に残ってるし、綾野くんは八重の桜っていう大河ドラマ以来の共演だったんだけど、すごいナイスガイだし、真面目だし、で、すごい彼はギターもやってて、音楽もすごく造形深いから、話もエレキ、そう合うし、いい役者ですよね、綾野くんも。すごいですね、やっぱドラマの話がみんな喜ぶんですね。ドラマの話？アイダ&ティティ、アイダ&ティティの焼肉ロックが聞きたいです。あの焼肉ロックこそスタジオでみんなでミネタ君とかとこう演奏して、なんていうの、このアドリブとこうジャムってるっていうとかっこいいけど、その場で作った曲なんですよ。焼肉食いて、焼肉食いてみたいな、なんか練習してる風景のシーンでそれを歌ってるんだけど、本当にみんなでしょっちゅう練習してたの。大森直子君とマギーとミネタ君と俺と、でスタジオでしょっちゅうこうセッションとかしてて、そこで生まれた曲が焼肉食いてっていう。へー、あの映画見たんですけど、そのシーンがなんかどうなったっけっていう。何年生まれ？83歳。え？83歳の子。あ、83か。じゃあバンドブームの頃って子供でしょ？あ、多分。そうだよね。だって俺が高1、88年がものすごいバンドブームだから、バンドブーム経験してる人はあの映画面白い。でもどうだ、面白かった？面白かったです。あのとその焼肉のところがあんま記憶に。いや、だからもう今それ焼肉の歌って言った人すごいコアっていうか、うっすら聞こえてるぐらいの感じだったんじゃないかな、スタジオでなんか練習してる。すごい、だから多分何回も見た方なんじゃない。綾野さんのやつはすごい鮮明に覚えてます。あれなんだよね、だから僕結構インスタなんかでも、インスタやってるとファッションの人とかインスタを通じて友達になったりするんだけど、
同い年とか同世代の人がすごい多くて、ちょっとしたきっかけで、あれもしかして同い年みたいな、見てきたものとか影響して受けたものとか一緒だったりすると多いんで、72年生まれの人多いよね多分ね。だけどこれ見てる人はどれぐらいの年齢層なのかな。まあとにかく皆さんのお声を反映してやっていくしかないね。特に決まったこともないし、だから断捨離、うちの若手の役者志願の男の子たちに洋服をあげるとか、ハルキンの初めて、え、春の何、春のなんかハルキと散歩とか、初めてシリーズ、ハルキの初めてシリーズね。あ、そのもう、触りとして今晩でも、今こんなにのんびり話してて6時に間に合う動画散髪の、あの補足、今日散髪の動画を見てくださる方の補足ですけど、あれやっぱりバリカンすごいいいっすね。ちょっとハルキが動いて、もう子供は長時間かけちゃいけないってことは一つ勉強になったんですけど、ちょっと虎狩りにはなってしまったんですけど、子供はまた髪が伸びるの早いでしょ。あんまりほらもう今だいぶ伸びて3日ぐらい、まだ3日ぐらい、ここはちょっと2ブロックになってるんだけど、バリカン便利ですよ。あのその動画でも多分言ってると思うけど、上をピンで留めて周りをバリカンでこう買ってって、上はもうすきばさみでザクザク切る無造作な感じ。はい、パパ、え、これなんでどっから持ってきたの。あ、パパにくれんの、ありがとう、優しいじゃん。そうだよね、だって早く一本飲んだもん。パパもらっていいのもらって、飲みたいよって、これ2本飲みすぎだと思うんだけど、飲むの、ママこれ2本はダメだよね。本当に知らないよ、これ2本飲んだらダメだと思う。早くもこれパパいただきます。飲みたいよ、ガクガして、ガクガして、ガクあ、そっか、じゃあまあこれコメント見てるとそうだね。だからラーメン作ったりとか、あとこの見てる層の人たちがね、だからまあ歌舞伎役者でなんかたまにテレビとか映画出てるっていうイメージしか男の子たちはないから、意外とこう服が好きなんだよとかってことを知らない人だから、どうすればいいの、そういうのって。どうすればいいも何もないか。だから今見てる人たちが別に指導の洋服とか興味ないから、別にそんなのじゃなくて、ハル君だけ見たいっていう人が多分ほとんどだと思うんだけど、パパじゃないですか、指導パパの様子だったり、まあその中で最近買った洋服とか、でも全然買ってない、昨日いろいろあれでしょ、デパートが伊勢丹とか再開したんでしょ。あと何ですか、これ通じて歌舞伎のことも知ってもらったりするのもいいんじゃないですか、逆に。うん、だからなんていうのかな、まあ、肩の力を抜いて、あんまりこう歌舞伎というとどうしても堅苦しく思っちゃうことが多いと思うので、こうカジュアルな気持ち で僕はお子様連れ大歓迎の歌舞伎、新作歌舞伎嵐の夜にって絵本は有名ですけど、あれも歌舞伎化して、今まで京都博多東京3カ所でやらせていただいてるんですけど、まあ、今こういう世の中ですけどね、本当にああいう、まあ、ヤギとオオカミが大親友になっていくっていうストーリーですけど、あれもぜひこの自粛中に思ったんですけど、ぜひもう一回ね再現したいなと思ってるんで、これはもう小さいお子様いらっしゃる方も、子供が小さいからなかなか歌舞伎の劇場には行きづらいって方がほとんどね、主婦の方も皆さんお忙しいんだろうし、子供がもし騒いじゃったらっていう心配もあると思うんですよ。もう子供連れ大歓迎で騒いでいただいても全然
構わないので。でも意外とね、ちっちゃい頃一生懸命ね泣いたり笑ったりして見てくれるんですよね。だからそれはすごく嬉しい。子供が笑ってくれるって一番嬉しいんですよ。だって子供はねお弁当やら使わないんで正直な反応なんで。ハルキ君の初舞台とかそういうの。ハルキの初舞台はまずその具体的にね、そのまあ歌舞伎界全体がいろいろ今まだ大変なんで、あのまああんまり自分のことばっかり言えないんですけど、まあだけどまあ稽古しますね。だからうん、まあ稽古はもう年内に始められればなと思ってますけど。そういうのを見せれたらいいですよね。うん、ああお稽古始めとかね、うん、まあだから稽古をさせたりとかこう道を作ってやるのは親の責任だと思いますけど、そこから先っていうのは自分が思春期ぐらいになった時にやりたいと思うか違う道に行きたいと思うかはもう本人が決めればいいと思う。やれやれって言って無理してできる仕事じゃないし、ね、やりたくないのに人様の前に立つっていうのはやっぱりね、それは失礼。うるさいね。どうですかね、もうこれ何分ぐらいやってんの。ちょうどでも1時間ぐらいですかね。予定より全然オーバーしてましたけど。終わり方が分かんないですよ。ああやっぱりね、だからだから今歌舞伎もいろいろ再開に向けて本当に松竹の方たちもね休みなくもうお家でお仕事して動いてるんですけど、こちら側だけで決められる問題じゃないんで、なんとかこう試行錯誤でお客さん半分ぐらいで半分以下でやるとかいろいろな案は出てるんですけど、まあ、とにかく一番いい形で再開できるように会場の方も動いてるし、まあ歌舞伎界に限らずエンタメ音楽もそうだし、エンタメ業界全体の問題なんで、ここは一つ早くやるというよりもやっぱりね、ちゃんとこの状況が落ち着いてからじゃないとやっぱり再開は本当の意味では難しいというふうに僕個人としては思ってるんですけど。すいません、うるさくて。じゃあ、どうですか、もういいの。やってもいいかもしれないですね。はるくん、じゃ最後ご挨拶して。もう終わる。終わりにするわ。パパ行かない？じゃこれは？はるくんこれ。お腹空いちゃったんだね。そしたら、だからね、俺だから趣味がなくて、まあたまに。海行ってもう随分やってないけどロングボードやったりとか、まあ、家族でドライブ行ったりとかなんだけど、男の人が見てる人多かったりするとね、車とかを見せてもいいかな。
また飛んだ？来ました。すみません。です。復帰しました。いいのかな？まあ、夕食前でってところ、なんか知り合いとかからも今音が聞こえてないですよってメッセージがいっぱい来てるんですけど、今これもう復活した？大丈夫、大丈夫。今も大丈夫？今大丈夫です。じゃあもうそろそろ夕食の支度、今日は鮭焼いてご飯と納豆とお味噌汁とザ和食的な感じにしましょうかね。ちょうどこれぐらいの時間、いい風吹いてるな。今日このまま雨降らないといいですね。ちょっとなんかうだ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 こうゆるい感じで長時間、もう今1時間以上やったのかな。なんか皆様本当お付き合いくださいましてありがとうございました。早速ですね、最近春樹のヘアカットした模様を、まあ、6時にちょっと間に合うか分かんないですけど、まあ、6時ぐらいに上げるつもりで今から作業に入りますので、春樹のヘアカットは6時からぜひご覧ください。インスタの方もよろしくお願いいたします。何アウトしたっけ。それでは夕食の支度があるんで、ありがとうございました。またお会いしましょう。よいしょ。ほらもうあれだね、5時のベルが鳴ってるよ。なんだよハル、もうさよならしちゃって。あ、まだ大丈夫です。ハル君帰ってきた。ハル君バイバイって、バイバイ、カメラに向かってバイバイって。バイバイした。いい音する。